ああ FEC チューンド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 始まりました。デコボコトラベリングのビッグスモール。どうも、デコボコトラベリングのカイリです。リョートです。今日はちょっと収録ということで、はい、まあちょっと僕らだけだと寂しいなってことでゲストに来ていただいております。はい、自己紹介お願いします。どうも、きんぴらごぼうの森光です。どうも、タイガです。お願いします。はい、お願いします。お願いします。ちょっともう話すことがないんですけど。いや、あるだろ、いっぱい4人も芸人がいて明太子の話とかな。するか。適当に喋りすぎだよ。何なの明太子。どっから出てきた明太子は。最近ね、あのパルコナの山屋の食堂の方行きまして。お前エピソードとか話せる。え、明太子の話。ここ明太子か。こんなつなげることできるの。明太子の話するんじゃないの。いや、しないよ。いける。だからよ、明太子エピソード。一応エピソードって面白が最後出てくるんだよ。大丈夫。あ、面白が出てくるんでしょ。うん、あ、もう全然そっか、大丈夫。ごめんごめん、舐めてた。山屋の食堂の方行きまして、うん、その日の、魚の定食がね、サバの塩焼き定食だったんですけど、うん、しそう。まあ、僕は唐揚げ定食頼みまして。で、お前、なんで2人で合わせてた。タイガさんと帰り、俺らはそう、今日帰りにお家から車で拾ってもらったんだけど、うん、まあ、道中で、うん、今日ちょっと明太子ボケやろうねって意味がわからない。やってないわ、そんな。合わせてないです。うん、ラジオを撮るって話もほぼ話してないし、タイガさん。あ、そうなんだ。申し訳ない。もう唐揚げで落ちたやし、もう終わりました。山屋の話は。山屋の明太子一切出てこないで。とりあえず一旦サバだけ出て、唐揚げ出て終わり。はい。もう喋ることはなくなりました。あるだろ、もっと。今後の俺たちの お笑いの熱い話とか。サーターアンダギーのね、話とか。違うだろ。あるな。サーターアンダギーのないから、誰も。僕らの、トークライブだっけ、最近やってきて、ね、時に僕のおばあちゃんが差し入れで、サーターアンダギー3袋ぐらい持ってきてたんですよ。怒れよ一回。サーターアンダギー3袋食べる若者はいないって。あれ2個までが美味しいけどねって。怒れよ。泣いちゃでも怖いよな。誰も手つけてない。沖縄観光に来てる泣いちゃでも食べないから3袋。どんだけ動物性油取らそうって。お前のばあちゃんは。え、それは自分で開けたやつ。いや、店で買ってきて。買うな。ちょっとあったかい。なんかテレビで特集されてたんだよな。誰だっけ、誰かが内地のテレビでな。そう、なんかこのサーターアンダギーと牛乳飲むとめっちゃ美味しいっていうの。ほんとでっかい牛乳もパックよ。ライブトーク、今がトークライブパックよ。しかももうちょっとぬるくなってるやつ。一緒に両手食べた方がいいよみたいな。なんかもうパンパンに持ってきて、うん、で牛乳もだからなんか小分けのやつじゃダメだって。でっかい、うん、パックのやつじゃないとダメっつって、それを持ってきて、うん、コップなし。964時間でいけ。964のやつかな。964のやつ、1ガロンのやつね。そう、あれを持ってきて、うん、普通に渡されるっていう。全員やから。今からトークライブやろうっていう、喋り倒そうっていう人に、そう、あんな口の中乾燥するもん。まあ、トークじゃなくてもだしね。普通のライブだとしても。実は違うけど。牛乳飲んだ後口ね、うん、ダーッとするもん。やだー。あれでなんかトーク。やだー。おばあちゃんはあれでトークして欲しかったんで、きっと。これでも帰りやって。これは一応のみんなで食べてねって言ってはいた。コップを持ってこいや。牛乳は、回し飲みせえって。お通りみたいに。気持ち悪い。牛乳回し飲み嫌だな。嫌だな、気持ち悪いよ。おのおの一人ずつサーターアンダギー手に持って、うん、牛乳をこう回し飲みしながら食べていくっていうのをやってほしかったみたいです。あとテレビに影響されて牛乳とサーターアンダギーの組み合わせだってなるなよ。全然いいそんなの生
前に決まってるだろ。そのテレビを見たのはおばあちゃんじゃなくておばあちゃんのお姉ちゃんなんです。全然意味わかんないです。もっとおばあやし。俺のおばあちゃんのお姉ちゃんにもっとおばあって言うなんて。お前のおばあちゃんかおばあちゃんなんだからもっとおばあだろお姉ちゃんは。でも若いんだっけ。そうです、一応まだ60後半とか。あ、お前若っ。若いね。僕が27、60、70手前ぐらいですね。お母さんであっても別におかしくないぐらいの。そうですね、年齢差で言ったら彼の母ちゃんも若いもんな。お母さんは、いや若い、父ちゃんか、父ちゃんが若い、父ちゃんが俺の20。だって彼の母ちゃん若いから俺抱こうかなと思ったもん。あ、ごめん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 お父さんの8上だから80、82とか。お前一回ミスったボケやんなよ。おかし、お母ちゃんってあれおばあちゃん声じゃなかったっけ。聞いたことないだろ。お前の10ぐらいならなんかギリ分かりそうだけど 80? ま、え、魔女だったよね。魔女じゃないよ。なんでお母さん魔女になるば。俺の魔女の家系だったよね。魔女の家系、女村の。いやいや、村の。こいつ収録で誰も聞かんからって言って。お前も失礼だよね。誰も聞かんから。違う違う違う。だって青の洞窟作ったのお前。お母ちゃんじゃなかった。違う違う。俺のお母青にしたの。海を青にしたの。違う違う違う。帰りのお母さんじゃなかった。俺のお母さん海青にしてないよ。元から青かった海を。ああ、そう。青の洞窟も元から青かったし。ガガーリンみたいに言うなよ。地球は青かったみたいに言うなよ。青かったんだよ元から海は。もう1時間経った。いいんじゃない。ええー、7分。7分だわもう。めっちゃわかるよ。なんか感覚的にはもう30分ぐらいな感覚。いいんじゃない。今ないっぱい喋ったね。もうね、結構喋ったんじゃない。じゃあコメントも読んでいきますか。ねえ、ないわよ。何お前今日なんか咲いてるな。何がよ。1年に1回のどうした。今俺の佐伯今、うん、チェス版みたいな靴下履いてる。白黒の。そうなのよ。これでチェスしようかなと思って。おお、靴下、ね、外したな今のは。言うなよ、言葉にすんなよ。外したな今は。外したとかないから。こっからさ、俺そうやり込んでいって、 そっから、うん、そう、それはもうほら俺なんか信頼で積み上げてきたじゃん。それは土砂は崩れてからどかっけ。崩れた後にかっこよくないな。かるか、崩すな土砂。俺が一番最初に土砂崩すから。みんなでその土砂の上走っていこう。ダメだろ、土砂の上走ったら。土砂走りしよう。頑張って戻せその土砂、どうにかしてみんなで。女村とかって土砂崩れとかあったりする。あるだろ女村は。あるだろ俺の女村。でも新しいホテルできるってね。またえ女村ホテルばっかりだろ。もうびっくりもしなくなって。帰るたんびになんか新しいホテル建ってんだから。なん新しいホテルって。俺もちょっとよくわかんないけど、で、うん、それでそのホテルの中になんかその麻雀ができる部屋を、で昔のホテルとかってその旅行先に行ったら部屋に麻雀卓とかがあるのが普通だったんですよ。旅行しながらその卓球とかってほら、はいはいはいね、その感じで麻雀もあったんだけど、うん、今その要はなくなってって、まずその、うん、今麻雀部門が来てるから、うん、その麻雀の卓の発注が入ったよっていう話を。まあ、なんか古い旅館とかには置いてあるイメージで、ホテル新しくできるホテルにもそういうルーム、しかもあのその M リーグルームみ、はいはい、体育のところみたいなのをイメージして作ってみたいなのが、はい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 、僕 の、そのやってるスタッフの麻雀のとか言ってて、はいはいはい、女村すごいじゃん。女村すごいのよ。力入れてるじゃん女村。いや女村はちゃんと流行りにも力入れてますから、その観光客多いからね。あ、うん、確かにね、うん、だからそれこそだっているのパンケーキが流行った時期とかめちゃくちゃパンケーキ屋さんできてたし。あ、うん、あれでもさ、俺最近ちょうど思ったんだけど、うん、パンケーキってマジでイカれてん、はい、あれパンケーキの販売価格。いや一番あ、ね、
行かれてるってどういうこと。でもそうバズってるよね。だってさ、うん、あのねホットケーキミックスとか、うん、あれ、はい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 、300g、200g くらい入ってるか、はいはいはい、あれで10枚、12枚とかそんくらい作れるじゃん。作れますね。あれ、うん、300円とかさ、うんうん、パンケーキあんな、やばくない。やばいやばい。あんなにかかんの。いやだって2000円とか、うん、出すよ。それなりの値段しますね。そうそう、やばいのよ、結構すんのよ、うん、もう一飯食えるようなぐらいの。そうそうそう。でしかも今のパンケーキってあの本当にプリンみたいに、そうそうそう、なんかもうあの要は俺なんかが子供の頃そのパンケーキミックスで焼いたみたいな、うん、カチカチじゃなくて、うん、なんかもう皿振ったらプルンプルンってこの揺れる、うん、なんかふわふわのな、はい、だからもうもはや違うのよ。なんかしかも食べたらシフォンケーキと、うん、プリンのちょうど間みたいな、そうそうそう、なんかちょっとトロッとしてる、あー、まあ、これ焼けとればぐらいの生パンケーキみたいな、ね、そうそうそう、がなんか今そういう流行りみたいで、森光優になんか何千円とかするよな。そう、意味が分からない。いやいや、本当にマジマジで食った方がいいわけ。パンケーキだぜ、だって。でいいの、パンケーキなんだ。分かるけど、分かるけど、パンケーキにさ、だから隣に、うん、あのかね、こんなにでかくなくてもいいベーコンとか置いたりするさ。わざと皿からはみ出してさ、 それだけで特別感を出してる朝食用の、うん、そうやつね、ベーコンとウインナーとか乗せてから、うんうん、誰も別に食べたくもない。そんなことないよ。そんなことはないよ。残される運命のな、うん、2000円ぐらいで。そんなことはないけど、確かに高すぎるとは思う。ちょっと高すぎるよね、うん、あのそれこそ海風テラスとか、ああ、結構ね、まあまあまあ、そういうお店、あっちなんか先駆けだったよね、うん、結構ね、まあまあ、今その夜中スイーツ食べれるお店、国際通りに、はい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 、できてて、僕行ったけど、うん、そのさっき言ったプロンプルンで、うん、美味しい、美味しかったパンケーキ、うんうん、買ったけど、なんか歯が弱い人はいいかもしれない。そうだね。いや、知らん。歯がな。確かに。別に。あの、硬いな。あれ、硬いのに、ね、メープルとか、あれ、ホイップとかかけて食べたのが、なんか、俺らは美味しかったけど、オムライスもそうじゃん、だから。はいはいはい。カチカチのオムライスだったけど、今なんかそのトロトロのみたいな、うん、なんか切ったら切ったら、そうそうそう、はい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 、あのこのタンみたいな、お前マジ表現方法考えるよ。タンみたいなさ、お前 FM ギノワンのこのね収録だから誰も聞いてないもん。いやお前も失礼だよ、お前も、お前もだよ。みんなで綱の上ギリギリ渡ろうねしてるのにお前だけ下すのよ。綱の下で。俺ここ歩けるぜ。ダメだから、そんな表現の仕方。俺足裏ガチガチだから大丈夫なんだけど。いやちゃんと美味しいでしょ。美味しい、美味しいよ、うん、じゃあ美味しい、美味しい、だからパッと見ね、パッと見たみたいな、いやなんか言うたら美味しかった。タイラさんマジで、うん、あの収録だからさ、これいいんだけどさ、うん、たまに本当俺これ収録でダメなこととか言ってもカットできるさ、うん、あまあまあね、正直ね、うん、正直俺ミュージックシャワープラスプラスいきなりゲストで、いや聞いたよ俺生放送、一番もしゃべれんかってほとんどもあのあこれ言っちゃダメ、これ言っちゃダメ、これ言っちゃダメ、あやばい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 、違うよと、俺はしゃべれるよ。えお前と俺と一緒じゃないもんだよ。俺はお前と違う、嘘でしょ、俺今注意してるつもりなんだけどね。しゃべれるよ、ダメだよ、ピルエットダメだよ、お前ヨウトがいろんなこと頭で考えながらしゃべってるなっていうのが一応声色だけで分かったよ一応、うん、いやでも確かにな、でも普段からでもそれは意識づけとかないとな、うんうん、大事ですね。俺もでも結構だからさ、その言っちゃいけないこととか言うから、うん、ああいうおっきいラジオとか行ったらめっちゃ緊張する。緊張するんだ。で結果そのやっぱラジオリスナーってみんな陰キャじゃないですかとか。彼は言うタイプね。彼はちゃんと言う。彼は考えてる。考えて考えてあげく。もうでも俺はもうこれでやってきてるからなって。ダメやしじゃん。いやでもやっぱ陰キャじゃん。おそらく、いやいや、まあまあ、俺たちもどっちかっていうと、うん、その芸人も陰キャ寄りじゃない、そうですね、陰キャ寄りが、うん、FEC はね、 FEC はね多いから、まあ、帰りはちょっと違うか、帰りなんかな、うん、帰りは村民、いや村民と陰キャと村民があるの。陰キャ陽キャ村民村民女村民聞いたことない。女村民は陰キャとか陽キャに入らないら。その区別の仕方聞いたことないのよ。陰陽恩、おもてなしのな力が強いからな。そうそう、県外の人たちをちゃんとおもてなしてあげてる。だってウェルカムンチューはもうほぼ女村で組織されてるって聞いて。そんなことない。ウェルカムンチューってそんなことない。女村だって別にね、あの県外の方のことそんな大好きなわけじゃないし。ああ。うんうん。
嫌いとも言ってないですよ別に。まあまあまあ好きじゃないと好きじゃないだけでね、うん、まあうるさいからね基本。うるさい、うん、何がよ。でも夜とか女そんで、うん、へえ。あと県外の人運転下手だし。ああまあまあそれはな。でもめっちゃ暗くない？街灯とかある？あいやホテル街とかはある。僕のだからその僕の住んでるとこは女村内の都会なんですけど、あ僕のところは割と夜も電気ついてたりとか。街灯ある？ありますあります。あじゃあ結構都会だな。街灯いや ありますよそれなりに街灯は一応だってまあまあ確かにちょっと地下労働者がこう一緒に。いや地下労働者いないわいないわ。自転車こいでな。違うわ発電してもっともっとねちょっと外れたところにちょっと減りますけどね。でもちゃんと街灯ありますし、まあ、夜居酒屋もねやってますから。ああ、それやっぱ県外向けが多い。圧倒的県外向けっすね。あ、そうなんだ。だから僕らはもうなこの村内の人はお酒飲むときはもう一回あの石川とかまで行って。遠いね。結構遠くない石川って。石川は歩くじゃないだろ。歩かんだろ。だからみんな足パンパンなんだ。違うよ。筋肉がな。足パンパンじゃないから。確かに。半ズボンだもんなみんな。長ズボン履けないから足の筋肉買った。違う。それ。ユニクロとかに行ったらいやちょっとこの筋肉のサイズはないですね。違う言われんわそんな短パンカーゴパンツピチピチ履くもんなあのブカブカなカーゴパンツをピチピチ履くそれは女村民じゃなくてナイチャーだからスリット入れてな大体それでも入らんから足筋肉チャイナドレスみたいに入れてんわ入れてやってんわそんなそんな風にやってないから女村ディスみたいになってるから確かに。いや俺のセリフなお前のせいだろ。そういうことは言いたくないさ。あたかもなんか俺が言い始めた。これが生放送だったらどうすんのって話じゃん。生放送でも言ってるだろ多分これは。ダメやしじゃあ。ダメやし。いやでもさやっぱ俺は羨ましいわけいつも言うんだけど。アイデンティティがあるからな。なんかさだってなんかないさ俺。そのアジャ出身ですとかで、はいはい、アジャだからなこうでなみたいなアジャの話とかしないぞ誰も。アジャってほらいじられもしないってことね、うん、いやそうなの何でもないぞアジャって。分かるんだ、うん、盛り上がりようがないもんだって、うん、あのアジャ出身でしょってなって、うん、盛り上がった試しがないもん、うん、俺どんだけ声アルバやみたいな話とかしないアジャアジャの中にどんだけ公園作る場知らんけどほとんど遊具のない公園だよ芝生だけ芝だけど那覇の道楽みたいな道楽で作った公園みたいなのが植物だけ植えてる植えてるのそうなんだ芝は綺麗ですみたいな公園いっぱいあるわけ知らんけどだから そういう話しかないから、はいはい、いじりどころないから羨ましいよ。女村ってずるいよね名前もちょっと面白いし。まあまあ確かに女村ってなんかちょっとねユニークな呼び方ですよね、うんうんうん、耳残りいいじゃん。はいはいまあまあまあそれ言ったらうるま市もだったアイデンティティの塊みたいな両都の出身地感じじゃないですか。何がよ。なんか溢れたよお前激励。いやいやだってどこがよ。だってもう大地臭いじゃないですか。うるま市ってどっからお前どっから臭い何か女村何かお前喋れんよ俺今どの言葉使おうかなって必死に今の方で検索してるけど出てこないよ。でもうるまし臭くないよな。うるまし臭くない、うん、そんなことない臭いよお前なんで一回飲み込んだばすぐゲロすぐ出てきよってよ。森光さんは今うるまし臭くないよなって言ってりょうとかいや臭いよやって臭いよ臭いよなって来るかなと思ったけど結構りょうとかちゃんとうますぎてもう臭くないって言ったからとっさにね森光さんとっさに今まあでも臭いっていうかそのあのね動物をね牛とかのイメージあるからね。まあ、あるからね。うるま市カジャね。でも俺ギロア出身だからな。ああそっか偽ってるもん、ね、出身はな。今トントンね。うるま市とギロア同じぐらい住んでることになってるから。ああこう歴で言うと。そう歴で言うと。ツツツツトン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 トお前らがやらない水巻いてやってるんだ。ちょっと俺休憩中だったあとラジオで休憩中とかこの歌分かるけど誰が歌ってるかも分からないんだから弟がちょっと須田まさきだろうね、うん、こっちの剣とねこっちの剣と見たのかネットで何その剣さんがその弟、うん、お兄ちゃんが、うん、結局そのお兄ちゃんが俺らと同い年なの。
あー、そうなんだ、ね、そうそう、だから、うん、仮面ライダーで出てたじゃん、仮面ライダーでブレイクしてるんだけど、はい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 、その、うん、要はこっちのケンジさんが幼い時に出てるわけじゃん、うん、テレビだから学校とかでも、あ、仮面、お兄ちゃん仮面ライダーなんだってこっちやほやされて、はいはいはい、経歴学校での対応からいじめとかもいろいろ受けてって、いろんなこの何状況あった中やっとこうアーティストとしてブレイクできたみたいな話がこう結構あのよかったからってくる、ね、なんかネットで調べてみてみて、今こう文で自分出してるけど、そうなの、全部は別に覚えてないし言わないけど歯切れ悪っ見てみて。なんかお前途中からあれだろ、落としどころないな。バレた。見てみてで終わると思うんだけど。お前人最後らへん後ろ向きながら喋ってる。もういいよって言いながら。後頭部見えてた俺の。見えてたよ。面白すぎる。カエル支度しながらお前が喋り始めたの。俺もなんかこっちに注目浴びせた割にはあんまりうまみのない話あるよな、でもあるよな、なんかそんなつもりじゃなくて、でもこれさって話し始めた瞬間に全員が注目して、グッてなってね、そう、比嘉さん声の分かる、マネージャーの比嘉さん、あ、こういうエピソードでダメだったら笑いながら、はいはいはい、うん、で私だからだからなってねえねえだからなって言われたことある？いやない、俺もないかも君だけっぽい俺だけ お前だけ特別待遇されてるねえ、どこなの私だから笑いながらも怖い。比嘉さんは逆になんか別の意味で怖いとか、何言ってんのこの人っていう会話を急にしてくるというか、なんか普通にいたらなんか森光さ、今度さ一緒に俺とそのボーダーのシャツ着て街中歩こうよって言われてどういうことですか。だからじゃあボーダーのシャツとかなんか一個なんかアイテム決めて、赤なら赤でそこで攻めるみたいな、で攻めて、でなんか他のなんか誰かな、マツケンとかも服好きだから、マツケンとかも誘って、でその格好して国際通り歩こうってもう一回言われてだから何のためにですか。でも沖縄ってそういうのないじゃんって言われて、いやどこでもないわそんなよくわからん。でそれでその後みんなでなんか飲みに行こうよみたいなその格好を見せながら街の人たちに。だから森光さんそういう話されてるイメージあります、比嘉さんに。そうだから本当に、まあ、楽しいんだけど、うん、とかなんかアジャの地下に実はなんか都市みたいなのがあってみたいな空想の話をずっとなんか2時間ぐらい怖っ、うん、怖いね、怖い。 FEC って大変だな、マネージャーも大変、こんなのあるんだなでも面白いですけどね。面白いね。まあまあまあね、普通にこんな話しないですもんね、一般の方たちも同僚が、うん、急にレコーディング室連れられて、うん、歌ってみてって言われた怖くない？怖いね、それは。今から音源流すからそれは怖いよ、歌ってみてって言われたことある。あとなんか急にレコーディング室連れられて、この真ん中の椅子座ってって言われて、で好きな音楽何って聞かれて、その好きな音楽をドイツのスピーカー、アメリカのスピーカー、日本のスピーカー3つ聞き比べさせられて嫌だなぁ、怖っ、分かるのそれって。いやでもなんか分かる、うん、一応分かる、あーそうなんだ、違いはあるんだけど、でも、うん、ね、音楽精通してるわけじゃないから、うん、細かい違いとかは分からないけど、あでも確か面白いっすねって言いながら、精通って言ったら言っても大丈夫だ、ね、精通はそっちの意味の精通じゃないし、別に言っても大丈夫だ、そっちの精通ね、うん、いろんなものに通じてるよっていう意味の精通。なるほど。まだ24分なの？結構喋ったけどな、もう疲れたか、これあれする、その音楽ソフトとかに入れてからさ、2個にしてからあと1回流すあるな、ループであれこれ最後ずっと聞いてる人が思ったらいいね、それだったらいいかも、確かにバレないかもしれない、うん、いやバレるだろ
いけるだ、そういうお笑いと思うかもしれないですね、うん、この人たち同じ話するのがまずできるって同じテンションで、テンションでおもろそれいいじゃん、コスパいいじゃん、時間かけないで確かにそういう風に思ってもらえるんだったらめっちゃいい、半分の時間でいけそう、そうそうそう、めっちゃいいさ、それがいいな。じゃあ一旦ここで CM でーす。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター、うん、美味しい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しい、やってる。牛角宜野湾店好評営業中。 FM 小里と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター、うん、美味しい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しい、やってる。牛角茶館店好評営業中。お前でっかいな、お前ちっさいな、デコボコトラベリングのビッグスモール。いやまあ確かにな確かに、いやいや、そうなの、死に怖い死に怖い。 CM 中に話してないっすよ。今もうなんなら CM の5秒の無音だけ開けてって言われてるから、開けてただけなのに。やってない、やってない、大丈夫、やってない、もう一回5秒開けた方がいい。あ、いやもう大丈夫だと思います。大丈夫ですか、はい、やっぱ演技うまいなお前な。どうした急に出てくるね。 やってること変わらんだもん。変わらんか、そういうこと変わらん。演技うまいなお前。急に、いやいやいや、急に話し出す。俺は別に演技なんて してないですよ。あ、そう、うん、等身大でずっとやってる。あー、あるもんな、エサーでもな、うん、等身同意なそれ。等身同意でずっとやってみ、死ぬから。あんなハイテンポのマックスだまよ。ちょっとマックス、民謡の中でマックスだまよ、あれが。民謡の中で CM 開けてからダダ下がりだよ。えぐクオリティがやば。そんなもんよ。でもなんかでもテーマとかあった方がいいかもな。あまあ、何盛り返してきた。そうですね、じゃあ一個なんかテーマ決めます。なんかいいのありますか。テーマな。テーマね、テーマ、なんかお自分の親に対して周りの人に言われたら嫌なことランキングつける。まず、まあ、まあ、まずみんなが理解してないっていうのと、今自分のめっちゃ時間かかる。じゃあ、恋バナしますか。親から急に恋バナ。いいね、恋バナ。急に恋バナ。中はいつ。ああ最近やった中はいつにする。ないもん。いやだから、だから遡って、なかったら遡って、もうあれ、あの時以来。その中は何、なんかその、あの本当に本当の中か、うん、そのなんかあのなんかその
あるじゃん、そのなんかタイミングというかいろんな要素が加わってしまって相まってしまって別にしたくなかったけどした中みたいなのもあるじゃないですか、うん、確かに、あ、したくなかったけど した中っていう、そのどういうシチュエーションか、その芸人、うん、俺なんかみたいな芸人だと、うん、そういう舞台で、うん、その面白で、その芸人同士で中みたいな、はいはいはい、ああ、まあ、それも、まあ、それもしかりだし、うん、どんな、なんか自分の、うん、その例えば俺車とか自分の車すごい好きだから、バッて車降りて、うん、でパッて降りた後パンってドア閉めて見た瞬間に、あ、いや、やっぱ好きってなってサイドミラーとかにチュッてやる時とかの中も入る。カウントされるかってね、うん、されんだろやば、あんなふざけるタイガーさんが。じゃあ結構前かな、それだとしたらされんだろ、それ今朝だったけど。今朝うん、今朝これ言える範囲で どんな、あ、だから今日カウントされないやつで言ったってことでしょ。両党が、両党もお家迎えに行ったから、うん、ちょっと待っててねって言われたから、ちょっと外の空気にもそうかなと思って出て、両党の家の向かい側が今工事中だから、そこのところに止めて、でパッて見たその工事のその荒れ果てたコントラストと俺の美しすぎる車がバーって目に入って、そのギャップでチュッて行ったけど、今朝でしょ。だから誰と、え、だから俺の愛車ベゼル、コンパクト SUV。 エンジンにはベル入れた。そこまでは言ってなかった。まだいい。そこまでエンベルしないんだ。出来心みたいなやつだから、本格的にみたいなのではない。親友って、まあ、友達っていうぐらいの、まあ、そっか、そうだな。あっちは俺のことどう思ってるかもわからないし、みたいな。聞いたことある？聞いた？よくたまに一緒にいるわけでしょ。まあまあね、それこそラジオ行く時とか、うんうん、結構一緒に行き帰りはしてるけど。聞いたことある？なんかそのどんな、いやでもそれは野暮じゃん。全部よ。あ、よかった。全部野暮すぎん。全部。え、じゃあだ、みんなのチューも聞かせてよ、最近の。いや、お前の後喋りづらいだろ。かき乱してよ。やば。みんなのチューも聞かせてよ、帰りの。帰りの、じゃあ一番最初のチューは、一番最初のチュー、あー、一番最初のチューいいじゃん、変わらないからね、うん、一番最初のチューは中学校3年生の時ですね。中学校3年生の時に僕が付き合った女の子がいまして、はい、これ韻踏みながらとかって喋れる？もしかいけたらでいいんだけど、いけたら、ね、ちょっとだけ韻踏みながら、その方が気持ちいいしね、うん、そう、中学校3年生の時、付き合っていた女の子と、過ごしていた最中、君に夢中、君に夢中、大学中、無我夢中、中学校在学中、稲川淳二。どうして怖いな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 、飲むぜ暗いな。でも中学生だから、中学生だから飲めんな飲めんな。飲めんな飲めんな。隣を見ると君がいて、隣を見ると君がいて、するとき気がつかぬ間に伸びた腕、気がつかぬ間に伸びた腕、ボッキボッキで急すぎるだろ。抱き寄せる君の肩、お肩、硬かった肩を見て触ったら硬かった。それがボキボキ。ヒルクライムの新曲で出そうだ。出るか。ルーズリーフの次の曲。次の曲。出せるか。ボキボキ。急に尖りすぎだろ。おうおお。尖りすぎ。そういう意味じゃない。
そういう意味じゃない。ドリチンの話してる。そういう意味のとがりじゃないから。マジで今日も、あ、削ってるんだったっけ、とがらすために家で。一番とがらすために平井チン。平井チンね。平井チン。平井チンしないだろ。稲妻ね。稲妻。平井チンすんなお前。しんど。じゃあ次。は、終わった。どうぞ。もう、え、終わったの。まだキスしてなくない。だから、お前勃起したのかな。お前チンチンが平井チンになっただけで、お前今もう勃起したままでいい。俺はもう思い、じゃあ思い出の勃起の話する。うわーっていうぐらいあるでしょ、ね、思い出の勃起。勃起なんだろう。俺初めて、うん、そのレンタル18歳になった時に、うん、そのレンタル DVD ショップの数えて18の、数え万18になった時に、初めて入った時に、そのこんなに裸の女性のパッケージを見ることが今までなかったから、入った瞬間びっくりするぐらいもバーンって勃起して、でなんかしばらく多分数日収まらんぐらい勃起したっていうのは、あのちょっと嘘なんだけど、こいつマジで。でも本当にそのレンタル DVD ショップに入った時がもう多分今まで一番だった。なんかおじさんにも話しかけられて、ちょこれガチなんだけど、これチンチンで、チンチンでじゃない、普通にチンチンでって、チンチンじゃない、チンチンのことについておじさんじゃなくて、俺はもうでも恥ずかしいからちょっと隠しながら歩く。はいはい。おじいだと思ったんじゃん、お前がこのチンコ。ちょちょちょ、ね、ちょっと腰が曲がってるから、お前も同い年ぐらいのおじいだと思われたんじゃん。そういうことではなしに、そういうことでなしに、なんかちょっと汚らしい格好の汚いクロックス履いた短パンのおじさんが、なんかパッケージ、DVD のパッケージ持ってきながら、なんかこれどう思うって言われて、うわ、怖っって、あーって言って、どんなっすかねって答えたわけ。俺もほんと18だから、うん、はいはい、そしたらそのおじさんが、そのパッケージがなんかその旅館みたいなところの縁側、ちょっと夕日が差し込むみたいなところで、うん、女の人がちょっとスーツの女の人がこの縄でガッチガチに縛られてるみたいな感じのやつを見せてきて、これ結構縛られてるさって言ってではいって言って、この女の人抜け出せると思う。この縄からそこ。どうしもそこ。いや、俺も別に芸人も始めてなかったし、脱出ゲームと勘違いして、そう、怖いさ、普通怖いよな。だから一応抜け出せるんじゃないですかねって答えたけど、とりあえず、はい、そしたらそのおじさんが、いやどうかなって言って下がっていきました。だから俺本当にその時初めて一番勃起した日に それもあったから、うん、脳裏になんかこの焼き付いて。そんな勃起話はないよ普通は。そういう勃起話で思い出したんだ。ああ、いけるんかい。あの勃起してからなんか入れたいじゃん、うんうん、ペットボトル入れてから。何かに入れたいね。何かに入れて、うんうん、ペットボトル入れて、うんうん、ギンギンだから入れても抜け出せなくて、どうしようってなった時、ほら指輪とかって洗剤とか入れたら、はいはい、ぬるぬるさせてからね。で食器用洗剤でチンチンこうやって取れたんだけど、チンチン炎症したことってある。あるから死に痛い。青い食器洗剤チンチンジョイかな。ジョイ、なんでもいいよもう種類は。やらんばよそんなこと。手でさえあんなカサカサするのに食器用洗剤あんなデリカルトゾーンに紫になったことある。ムラチン、ムラチンになった。でもなんかチンチンに血まみはできたことあるよ。何してお前、コラムのタイトルみたいにすんなお前。チンチン血まみやめる。いやいや、びっくりした、怖かった。いやいや、なんで なんでそうなの。怖いよそれはもう。要はでもそういう最中の時だったんですよ、その一人じゃなくて
相手がいる状態の時に、そういう最初、ほんと若かりし頃よ、今より。で、なんか一回は、そのおもてなしをお互いして、で、ちょっと休憩で、で、二回目のおもてなしに入ろうとした時に、なんかその相手方が、なんか、血まみれで、俺もえってなって、薄暗いじゃん。でも一回マックスの明かりにしたら、本当にパンパンなところに血まみたいのが二個しかもポンポン。二個もできてて、で俺はちょっと仰向けでちょっと恐怖。じゃん怖いね、怖いでえってなって、その相手方がすぐスマホで調べてくれて、なんて調べたの？チンチン出てくるか出てきてたまるか、ほらアイドルじゃん、チン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 。でもなんか一応なんかヒットしたみたいで、ああそれっぽいね、ヒットすればで変な話、やっぱそういう病なんか性病的なやつだったら相手に移す恐れもあるし、あこれやばいかもなみたいな、ちょっと怖かったんだけど、うん、じゃあ相手が擦りすぎみたい擦りすぎみたいだから気にしないで大丈夫らしいって言われて、おもてなししたの？おもてなししたいやなおもてなしウェットスーツもう一回着て潜るぞ潜るぞ、チンコロスマメいいな、なんか俺だけ身削りすぎた車にキスからよ、もう自分のラジオでもあんま話さないんだよ、おもろ、下ネタ話さないじゃない、キンピラってあんまり、俺らね、そう僕らもね、ここ最近はそうやってね、あ、そうなんだ、こう多分結構で昔は行ってたイメージ、ね、2、3年マジでほぼほぼ下ネタ喋って、昔はだってダッチワイフ持ちながらラジオねやってたもんな、うん、だってなんか亮とさ、うん、いやデコボコと最近キンピラって結構ここ数年喋るけど、はい、そんなに喋ってない時期、特に俺とかあんまり喋ってない時期長かったじゃないですか、亮とがそう喋ってない時期に急になんか俺なんかのラジオの生放送中になんかうわーって入ってきて、ブースの中にしかもなんか落ち武者の格好をしてめっちゃ作り込んだ落ち武者の格好をしてうわーって入ってきて、うわーって出てきて戻ってこなかったとかそれっきりの時それっきりの時あれ確かに怖かった、あれが今でもなんでかがわからないんだけど、あれは何、あれはいや俺やった覚えないんだもう記憶にでその後しばらくして喋るようになって、でその時にそれみっちゃんって、りょうと俺のことみっちゃんって言うんだけどみっちゃんってあの時さ、その落ち武者で入ってったのにみっちゃんがその俺が出てった後にいやねなんとかなんとかでねって全く別の話したんだけど、あれは寂しかったなって言われていやいや無理だろういやそれは返してほしいだろ、違うさ、俺は本当にリョウトが気が狂った可能性もあるだってそんな喋ったことないんだもんね、知らないからね、そうこんなんだとは思わない、ね、いやいやしかもかいいテイストって落ち武者だけど、うん、下はあのアメリカの格好、アメリカ落ち武者っていう面白い格好でいやーってやって言ったのに、いやアメリカ落ち武者でしたねっていうワードも出なく出るかすぐあんなパッと入ってけ、しかも一人でわざわざ FM 機能駐車場行って落ち武者の格好して、いや怖いって、すぐ天気の話しよったからね、寂しかったよ、しかも天気の話だった、もうあとちゃんと覚えてるやしお前最初とぼけてからちゃんと覚えてるやしょ、分からんふりしてな、何だったばさっきの、うん、帰り覚えてないよって、これが芸人度どういうことだばそれ意味が分からん、こんなんが芸人だったらやらんよ、恥ずかしいやし俺これ消したい過去なのそうなんだ、恥ずかしいの恥ずかしいよ、本当に気狂ったようにしか見えないもん一番意味分からんかったもん今の話俺だけ何も知らん人だからまあ確かにな、聞いた上で分からんかったし、お前は何も知らん人だしな
こいつ。なんか知ってること話せば。なんでもいいよ、うんちくでもなんでも。知ってること。話せばいいさ。こいつやばマジ。話せばいいさ、知ってること。カンガルーって、うん、あのポケットの中から出てきた日が、うん、あの生まれた日になるらしいですよ。ちょっと面白い。そっから1歳2歳3歳。あ、そうなの。はい、カンガルーって1回でも袋の中で1回生まれてるんですよ。あ、袋の中で生まれてるの。はい。違うよ、カンガルーって登っていくんで、小さい赤ちゃんとってもこまめの、あ、だからその袋の中で生まれてるじゃん、それは。だから、あ、違う違う違う、落ちこのどあ出てきて、で袋までたどり着く、入るんだよ。違う嘘つき。いや本当に、いやみっちゃん調べて。はい、カンガルー血豆で調べて。いやか本当に袋の中で生まれるんです。違う、カンガルー最初こう登っていくんだよ。外から出てきて、そう、小さいカンガルーが登ってって袋に入るんだよ。そんなわけないだろ。マジ。いやでも俺はそうだと思ってたよ。うん、そうだよ。あ、お腹に開いてんのよ、この、あ、カンガルー。いや違う、いや本当に。いや、これで間違ってたらどうする。間違ってたら、じゃあ森光さんの車キスな。いや、なんでよ。やいいけど、別にいいけど、それ俺の車がかわいそうだ。カンガルーは俺のことマジでそうだから。カンガルー、いや、ね、俺だって志村動物園ファンだよ。イントネーションおかしくなかったよ。志村動物園ファンだよ。カンガルーの赤ちゃんはどこから生まれる。カンガルー誕生と成長っていうスレッド今ちゃんと説明しない。じゃあ多分そうだったと思う。登っていって後ろに入る。これ一番アキラリさんに行った方が早い。あ、アキラリさんね、今動物詳しいからね。なるほど。あ、分かりました。はい、これ何、お互い何かけます、この両者のかける。全然面白くないんだけど、うん、お酒お酒どうすんの。お酒をおごる。おごる。一気飲み。うん、でもいい。おごるね。うん、おごる。赤ちゃんは、はい、袋の中で生まれません。ほら、本当に。はい、でもじゃあどこで生まれんの。じゃあどうなるって一応書いてます。で、うん、出産前に育児なんとかを整えるカンガルーですが、それ知りたいのよ。実はお腹の袋の中で赤ちゃんが生まれるわけではありません。そうなんだ。お腹の袋は育児をする場所です。では出産をする場所はどこでしょう。お、気になる。はてな、どこでしょう。それは育児なんとかの、それが気になるなよ。その漢字の読み方調べれ。それが気になる。そこが俺なんか知りたい場合。育児なんとかの下にある穴。穴ぐらいは分かるよ、俺なんかも想像したら。総排出膣なんで、なんか、いろんなのが出てくるんだろうね。膣かな、うん、総排出膣はその名の通り全てを出します。排泄物はもちろん生殖口も兼ねているため赤ちゃんも出てきます。お、ね、人からすると驚愕の事実ですが、カモノハシなど原始的な哺乳動物に見られる器官ですということです。じゃあそっからマジでその後が重要だ。そう、はい、ホイス登っていく、ちっちゃい登っていくって言ってたよね。じゃあ登っていく。なるほどね。生まれたてのカンガルーの赤ちゃんはたった 1-2 センチ、うん、妊娠期間が1ヶ月という短さのため、うん、超未熟児の状態で誕生します、はい。にもかかわらず小さな赤ちゃん生まれてすぐ自力で育児なんとかまで登らなければいけない。買ってこい。マジでやば。総排出膣からの道筋を母カンガルーが舐め、赤ちゃんカンガルーはその匂いを頼りに移動すると考えられています。自分のちょっと穴から、うん、そう、まだ目も見えてない、毛も生えてない豆粒ようなピンク色の動物が前足を一生懸命使って登って、まあ、袋まで入るということですね。っていう、まあ、フィクションの話があったわけなんで。最悪早く買ってこい。でも俺最初にあの小話したから、お前も小話して、うん、改めて対決して決めよう勝負じゃ。はこいつ何言ってんの。一応今のに関してはちょっと何言ってる場だったな。
一応あと一個衝撃の事実があるんだけど、漫画ある、まあ、その育児なんとか、まあ、袋までね、はいはい、たどり着いた子は袋の中にある乳首を探します。しかし前足を優先的に、発達させた赤ちゃんカンガルーに乳首を吸う力はありません。え、一体どうするのかというと、この口に含まれた母親の乳首が膨らみ始めるのです。ついには赤ちゃんカンガルーと母親の乳首は一体化。その後乳首からゆっくりとミルクが分泌されます。子は自然と母乳を飲めるという画期的な進化です。だ、まあ、あながちちょっともうそのなんかちょっとまだ体内にいるみたいな状態になる状態ではあるっていうね、はい、まあでも、うん、リョウトさんが勝利ですね、はいはい、でも誕生日はあの顔を出した時から1歳っていうことなので、これはもうじゃあ同点ということで、なじゃあ他の俺が何か小話を言えばいいってこと。そうだね、まあ、今のそう、うん、帰りに勝る小話があれば、ね、ちょあと3分ぐらい、じゃあもうすぐ端的に言うね、イルカっていじめするらしいよ。じゃあイルカはどこから生まれるかっていうのでかけましょう。ああ、なるほど。イルカはどこから生まれるか、イルカの出産について、うん、普通の生まれ方だ、別に哺乳類なんで一応人間と同じ生まれ方だと思います。はい、別の嫌だよね。ね、嫌だよね。嫌だった、ただ嫌だ、シンプルな嫌な気持ち、嫌な気持ちだった今のは。嫌だよな、ね、今のは嫌だったな、まあまあ今のは嫌だな、嫌だよな、そうだな、でもほら帰り知ってることがこれしかない。いやそんなことない、カンガルーも外しちゃったから、カンガルーは外しちゃったけどね、確かにね。いいじゃんもうこれで、これで、うん、じゃあもう今日はまあ、僕の負けということでね、はいはい、また後日何か送らせていただきます。またあの僕から改めてチャレンジをさせていただきます。はい、はい、まあ、カンガルーについてもね、一瞬であのパパッと調べたことなので、詳しくは自分たちで調べてください。もしかしたら間違った情報があるかもしれません、はい、いるかもです、はい、わからないです。そうですね、まあ、ネット上にある話なんで、はい、じゃあ、まあ、残り2分ぐらいですけれども、何か告知等あったら。まあ、ちょっとね、もしかしたら聞いてる人も少ないかもしれないですけれども、うん、ないということで、あれ終わり止まった、もういやいや、もうクライマックス向かったから、うん、なんか俺もう疲れたからあんま喋りたくないんだけど、締め誰か、どうしようか、いいっすか、俺行くのか、あ、まあ、小話い、まあ2分あるんか、小話、そうですね、まあ1分半ぐらいですね、分半、芸人の1分半って結構でかいから、ね、俺あのお腹から、うん、あのブロンドの細毛が生えてるんだけど、うんうん、これが8センチぐらいあるのよ。長っ。お腹からブロンドの細毛が8センチの細毛が生えてるんだけど、うん、どう？嫌だよね。嫌な気持ちだね。こんなこと話されたら最後2分でね、嫌ブロンド細毛、ブロンド細毛の話見せもしないしね。確かに。で、いや、それをまたこの間違えて遊びでへそ毛剃ってたら、それも剃り落としちゃった。あら、細毛 なくなってるわけ、うんうんうん、だからなし毛になっちゃった。何？何なの？なし毛になっちゃう。最後の2分間もこいつは。もう終わる？時間的にそうじゃないの？多分もうこんな感じで終わっていいの？うん、もう止めたんじゃん今。もうまだ止めてないよ。ああ。でも俺も、うん、その。なんか腰のあたりかゆいなって寝てる時にガッてかいたら、なんかそのズボンとかからたまになんかその糸みたいなの出てる時あるさ、パンツとか、はい、あ、はい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 、なんか糸みたいなのが、違う、縦の糸や、あなた横の糸じゃないから。もう終わりでーす。バイバーイ。俺の小話。